いつも小林消防設備の動画をご視聴していただきありがとうございます。福岡県豊前市の小林消防設備の小林です。今日は私が施工した消防設備のシステムを使って非常警報設備、非常放送の発砲連動停止機能についてですね、確認していきます。今ですね、感知器発砲なんですが連動になっています。これはですね、この状態なんですが、こちらをですね、連動から停止にするとですね、こちら発砲連動停止がですね点灯して、どういった状態なのかというと、自動火災防止設備、感知器はですね発砲して、自家砲の受信機が発砲してもですね、すぐに非常警報設備、非常放送がですね連動起動するのではなく、一旦ですねこちらから放送が流れて次の動作をですね促される、そういったですね、モードに切り替わります。つまりですね、感知器が発砲しても、非常警報設備、非常放送がですね、即発砲にならない。そういったですね、状態のモードになります。今はですね、連動になっていますので、感知器が発砲すると、非常警報設備、非常放送は、連動起動かかります。そしたらそれをまず確認していきます。感知回路短絡させます。はい、感知回路短絡。蓄積中。発砲。火災感知器が作動しました。現場を確認してください。地下1階の火災感知器が作動しました。係員が確認しておりますので、次の放送にご注意ください。Attention, please. The fire alarm system in the first basement is indicating a fire. We're investigating the cause. Please wait for further information. 火災放送を流します。火事です。火事です。地下1階で火災が発生しました。落ち着いて避難してください。There is a fire in the first basement. Please evacuate as quickly as possible. 火災報を流します。先ほどの火災感知器の作動は、確認の結果、異常がありませんでした。ご安心ください。Attention, please. A few minutes ago, we announced there may be a fire. However, there is no fire.Once again, there is no fire. 復旧かけます。そしたらですね、今度、感知器発砲ですね、連動から停止に変えていきます。はい、停止に変えましたので、発砲連動停止が点灯しました。そしたらですね、同じように、感知回路短絡させて発砲させます。蓄積中、点灯、発砲。火災感知器が作動しました。音止めます。火災信号を受信した。現場を確認せよ。火災の時は音声警報火災スイッチを押せ。誤報の時は自家砲を停止させた後、非常復旧スイッチを押せ。こういった形でですね、次の動作を促される、そういった形になります。火災信号を受信した。現場を確認せよ。火災の時は音声警報火災スイッチを押せ。火災放送を流します。火事です。火事です。地下1階で火災が発生しました。落ち着いて避難してください。There is a fire in the first basement. Please evacuate as quickly as possible. 火災放送を流します。先ほどの火災感知器の作動は、確認の結果、異常がありませんでした。ご安心ください。Attention, please. A few minutes ago, we announced there may be a fire.However, there is no fire.
Once again, there is no fire. 復旧かけます。こういったですね、動きになります。